7つの大罪カウントダウン企画、1月6日から7つの大罪が放送されるのを記念し、私高木も7つの大罪を懺悔し、清い心と体で初回放送を迎えたいってことで、今回で6回目、今日も私高木己の罪を懺悔し、禊を受けていきたいと思います。いやあと2日ですね、頑張りたいと思います。傲慢の罪ですか。一日に何回も傲慢な態度を取っちゃうんですよね。え、何回ぐらいって？そう、具体的に言えば5万回。おお、いいですね。これはなんか今までに比べていけそうな気がします。傲慢ですすいません、傲慢ですすいません、傲慢ですみません。ああ、傲慢さが消え去って爽やかな気持ちになりました。これからもよろしくお願いします。